松本の予想フォーメーション CG でご覧いただきます。キーパーは今日も村山です。フォーバック右から宮部、橋内、時田、下川、パウリーニョと隅田のダブルボランチ、右サイドハーフ村越、左に滝、トップ下菊井、そしてワントップは小松という、前節と全く同じスタメンです。それではさぬきの予想フォーメーションです。キーパー今村、フォーバック右から川崎、宗近、奥田、宇須、江口と長谷川のダブルボランチ、右サイドハーフ森、左に福井、トップ下後藤、そしてワントップ森本と予想しました。こちらも前節と全く同じスタメンとなっています。選手ラインが続いています。宮部から村越さあ勝手に左足のシュート、まだある、小松が詰めている、ここはクリアしました。村越のシュートでした。リプレイです。宮部からスルーパスを狙っていったんでしょうが、相手のワンタッチがあってこのこぼれを拾いました。さあおっと、さあ菊井が上がっていってグランドのクロス、小松まだあるか、逆サイド滝、下川もいいクロスがあります。しかしここは上げずに隅田のクロス、小松、その奥には村越でした。ゴールキックです。隅田のいいクロスが入ってきました。小松の向こう側、さらに村越もいたという、ニア跳ね返した、対応入れて仕掛けようというところでした。ここは一旦下げます。もっと入ってくる、ヘッド、時田でした。下川のクロス、ここに時田が合わせに行きました。わずかにポストの左でした。あ、これが森本へつながってしまう。前向き拾って長谷川のシュート、枠は捉えませんでした。長谷川が狙っていきました。このルーズボール、ここに長谷川が、さあ間で打った福井、ここはカットします。さあ時田から村越、ちょっとトラップ長くなりましたがすぐに拾って滝です。中央小松が上がっている、さらに逆サイド福井もいます。自分で行った、決まった、2試合分のゴール、今シーズン2ゴール目、滝見事に決めました。先制松本、この時だからのくさび、ちょっとトラップ長くだったのですぐに拾い直して、村越が滝を見ていました。中央には2枚入っていったんですが自分で打っていきました。滝です。思い切って右足を振っていきました。前は宗近に塞がれてというところだったんですが、ここをうまくかわしながらのシュートでした。しっかりとブロックを作っています。さぬきです。さあ間入っていきますが、クロスが入って小松、決まった、小松のヘディングシュートが決まりました。2対0松本リードを広げました。そして小松蓮、5試合連続のゴール。今のシーンです。このキックいいクロスが入ってきました。ここにピンポイントで合わせていきました。5試合連続ゴールはできると思うと自信ありげに答えている小松、まさに有言実行でした。さぬき仕掛ける、吉田のクロス、ヘッド、レアマセーブ、赤星のヘディングシュートでした。ここはさぬきです。赤星から右フリーの森、赤星が要求する、2人に前を塞がれて間を通してヘッド、
赤星でした。森のクロスから赤星というシーンでした。最終的には2人に前を塞がれながらというところ割って出て、まあ、今度は逆サイド左サイドからのコーナーキック急ぎたい。もうすでに目安の5分は過ぎています。深江口、中央に陣取っている赤星、ファーサイドキーパーパンチング、胸トラップから森、クロスバー、まだある。ここは村山が抑えました。ここで長い笛が鳴りました。最後は惜しいシーンも作りましたが、ここでタイムアップを迎えています。松本山雅 FC2 試合連続のクリーンシートでの勝利です。